Azerbaijan, Inga Rodionova and Alexander Anichenko. 4番 Inga Rodionova, Alexander Anichenko 組、Azerbaijan。サンクトペテルブルク生まれ、バクーに住みます高校2年生17歳のロディオノーバ、そして22歳アニシェンコ。まずスプリットダブルツイスト、踏ん張りきれませんでした。トーループ、そうです、これがオーバーヘッドリフト。ソロスピンはタイミングが少しずれています。スパイラルステップです。8つのうち6つ終了です。リンクをまっすぐに、そう、ストレートラインステップ。ビバルディの四季、冬のメロディーに乗っていきました。インカ・ロディオノーワ、アレクサンドロ・アニシェンコ。このペアのショートには2つのスピンのパートがありますが、これが2人分かれてそれぞれソロスピン、ちょっとタイミングが合いません。男性がこのポジションを変えるときには声をかけるような合図を出します。これはもう2人で作るペア独特のペアスピンコンビネーション。2人で8回転以上の回転が必要になります。あのスピンの場合はスピードはどうか、そして回転軸はどうか、こういったところに注目してご覧いただければと思います。バレエと読書が趣味のこの17歳のブロンドのロディオノーワ、一方ドライブが大好きという大学4年生のアレクサンドル・アニシェンコ。マサハロフコーチに指導されてこれで3シーズン目ということになります。まあ、これから大きく力をつけていく2人ではないかと思います。そういえばこのアゼルバイジャンは今年のこの冬のオリンピックに初めて参加の国の一つです。さあエレメンツ、3点台と厳しい数字も出ています。
後半は少しスピードも足りなくなってしまいました。プレゼンテーションも得点が伸びません。3位をつけたジャッジが1人ですが、4組滑り終わって第4位となりました。現在トップはフランスのアビトボル・ベルナディスペアです。